コブダイは、蒸気孔鈴木木ベラカ、滝ベラアカに属する海水魚の一種。コブダイと名前が付くが、タイの一種ではなく、ベラの一種である。日本南部の太平洋、日本海、東シナ海、南シナ海に分布している。ベラカで、オスは体長80センチメートル、大きいもので1メートルを超え、その外観からダイバーは、驚くことがある。体色は、茶色や黒。 白色などが入った赤色。コブダイは姿勢戦熟で大きく育つまではメスで卵を産む。50センチメートルを超えるとコブが張り出してきてオスに性転換する。見た目があまりに違うためかつてメスは別種の魚だとさえ思われていた。オスは頭部に名前の由来である大きなコブがある。特に大型のものは顎にも同様なコブができる。コブの中には 脂肪が蓄えられている。口には巻貝を砕くために大きな歯と強力な顎を持つ。幼魚は体色がオレンジ色で上下のヒレが黒く白い線が体の横に入り生魚とは大きく異なる。本種はハーレムを作る魚として有名であり、オスは自分のテリトリーを主張しそこに入ってきた他のオスを容赦なく攻撃して縄張りを確保しながら 複数のメスを呼び寄せる性質を持つ。また、幼魚には手を出さず、幼魚はそうして制魚に守られながら成長し、学習していくとも言われる。非常に強力な顎と硬い歯で、サザエやカキ、カニなどを噛み砕き、喉の奥の,奥の咽頭場でさらに砕いて、中の肉を殻ごと食べてしまう。繁殖は、オスとメスが、海上付近で体をくねらせながら産卵受精する。 本種は段階性だが、死滅回遊魚でもあり、黒潮に乗って北海道付近にまで北上することもある。寿命は20歳前後とされている。磯釣りの際に、その強力な顎で餌に食いつき、引きが強いので釣り応えがある。流通量が少ないため一般に食用としての知名度は高くないが大型のものは味が良い。日本海側の市場の方が人気がある。 春は冬であり、市場では、サムダイとも呼ばれる。刺身や焼き物、吸い物、酒蒸し、フライなどで食される。ありがとうございます。